皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画はですね、まあ今はねまだ寒い時期なんですが、今後ね今まで走ったことのないような長い距離を走るために頭に入れといてほしいこと、こちらをねいくつかまとめてみましたので、そちらを見ていきましょう。まず一つ目はですね、やっぱり長い距離を走るのでエネルギーがたくさん必要になってきます。なので走り出す2時間半前ぐらいには食べ終わるようなことをですね心がけながら、炭水化物をわりかし多めに摂る。そして食べるものもですね、ただ炭水化物だけではなく、朝トーストなんかを食べる際は、合わせてね糖分、例えば砂糖ですね、もうジャムとかそういったものをねたくさん塗ったりとか、あとは腹持ちを良くするために、少しだけ脂肪を多めに摂る、バターをパンに塗ったりとか、卵を食べる際はですね、スクランブルエッグなんかにもバターを多めにね、入れてですね調理するということが結構ね、いいのかなと。これをすることによって腹持ちが良くなって、より長い距離を走る際に必要なエネルギーが十分にね蓄えられるので、こういった食事をね、注意する。あとは走ってる最中、これねなかなか栄養が取りづらいんですよね。取るのを忘れてしまって気づいたらお腹が空いてしまっているってことがあるので、できるだけ食べる走る前に食事は済ませてもらって、走りながらはこまめに30分に1回とか1時間に1回ぐらいのペースでバーを取ったりとか、まあその時はねできるだけジェルなんかはあまり取らないようにして、できるだけ最初の方に固形物を取る。そして後半ね、例えば200キロライドを走るとしたら150キロ過ぎぐらいからですねジェルを取ったりとかする。もしくはもうお腹がいきなり空いてしまって、補給をミスしてしまった時にですね、もうお腹が空いても走れないって、もうエマージェンシーでもすぐエネルギーが必要だっていう場合は、そういったジェルを取る。これはね、いい方法なのかなと思いますので、そういった形で最初食事はしっかりとって、走りながらはこまめに補給を取る。これが長い距離を走る秘訣になりますので、まずね食事面はそういった形で頭に入れておいていただけると、いいかなと思います。はい、続いては、服装ですね。まあ、服装は結構時期によっては何を着てたらいいのか難しいなんていう時があると思うんですが、冬場の場合は意外と着込みすぎて熱をですね外に出すために、体を冷やすためにエネルギーを多く使ってしまう場合があったりとか、逆にそうですね、着なすぎて熱をですねやっぱりなんていうんですか、発すると寒さから体を守るためにエネルギーを消費してしまうということもあったり、結構難しいです。なので、なるべくですね、まあ、着すぎも良くないですし、薄着すぎるのも良くないので、そういったことを注意するのがいいのかなと。あとは夏場なんかだと意外と日差しによってね体力を消耗してしまうってことがあるので、アンウォーマーとかね意外とつけるっていうのは良かったりすることもあります。アンウォーマーをつけることによって、まあ、暑すぎてエネルギーを使うっていうパターンももちろんあるんですが、意外とその日差しから体を守って、それをすることによってエネルギーが、その暑さから守るという意味で良、かったりするということなので、そういったこともね、やるのは悪くないのかなと思います。あとは下りでね、そのまま登り切った後汗だくのまま、下って体を冷やしてしまって、逆にその時に、体力を消耗してしまうってこともあるので、そういったことはね避けるためにジレ、をね携帯して、しっかりとその長い距離走り切れるように、対策をする。これもね、まあ、たかが服装なんですが結構ね重要だったりするので、まあ、服装選びはね慎重にやってほしいなというふうに思います。さて続いては仲間と走るということの大切さです。ロングライドするとやっぱりね距離が伸びるので、それだけ一人で走るよりも仲間たくさんと一緒に走った方が風よけもね増えたりとか、エネルギー使うエネルギーをみんなで、まあ
なんていうんですか、シェアし合うというか、消費する量もですね、みんなのと一緒に走ることによって風よけが増えて、使う出力、まあ、パワーもですね、少なく、見積もれるということで、そういったことも考えてですね、なるべくロングライド行くときは仲間と一緒に走る。で、仲間と一緒に走る、まあ、ただ単にエネルギーの消費量が減るっていうだけではなく、やっぱり何かね、危険があったときに、助けてもらえたりとか、それを、まあ、危険からね、回避するために、もし自分がいきなりね、心臓が止まってしまったとか、そういった場合ね、倒れてしまったという時なんかは、やっぱりね、保護してくれる仲間がいるだけで全然ね、やっぱりね、気持ち的にも楽になってくると思うので、そういったこともね、考えて仲間を見つけて、しっかりとね、ロングライドに行くっていうのは大事なのかなと思います。はい、続いてはですね、これ出る時間ですね。まあ、早めの時間から走り始める。これは、まあ、その精神的なことも考えるとかなり大事になってくるなと。結構出る時間が遅れてしまうとね、もうね、やる気がもう全く湧かなくなってくるということですね。2時とか、まあ、昼過ぎぐらいからじゃあ150キロぐらい行きますかみたいな感じね。まあ僕プロ選手の頃はそういうことができましたけど、なかなかね、家族がいたりとか、まあ目標というかね、そのレースがあるからトレーニングできるっていうこともありましたし、ただ単にね、自転車を趣味としてやられてる方なんかは、そこまで昼過ぎからじゃあロングライド行きましょうかみたいなことって多分できないと思うんですよね。精神的にも時間の使い方的にも。なのでやっぱり早めにもう朝6時ぐらいから走り始めて、まあもう10時、11時、12時、まあ昼前ぐらいには終わってですね、そこから家族サービスするとか、まあいろんなことを考えると、まあ大事になってくるのかなと思いますので、そういったこともね、踏まえて、出る時間をね、よく考えてほしいなというふうに思います。さて皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、ロングライドをするために必要なことということで、いくつか基礎中の基礎を、紹介させていただきました。おそらく、ご視聴の方の中にはね、もうそんなこと知ってるよって思った方もたくさんいるのかなとは思うんですが、中にはね、ビギナーの方でまだ100キロ以上の距離をですね、走ったことがない方っていうのは多いとは思いますので、そういった方々には何かの参考になっていただければなというふうに思います。今回の動画もね、参考になったと思っていただけたらね、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイキーン。